2014年5月17日より、機動戦士ガンダムユニコーン、エピソード7、虹の彼方に、のイベント上映がスタートする。2010年から映像化されてきた、機動戦士ガンダムユニコーン、全7部作の最終作となる。これまでも多くの話題を集めてきたシリーズではあるが、ラストエピソードでもあり、一層大きな力が入る。中でもファンを喜ばせるのが上映感の拡大だ。 ラストエピソード6、宇宙と地球と、では全国16巻でのイベント上映だったが、今回はその倍以上の35巻に一気に拡大する。さらに上映期間もこれまでの2週間から4週間になる。ブルーレイや DVD、配信、そしてしばらく期間を置いた後でのテレビ放送も、作品を鑑賞するにはいいだろう。しかし、せっかくであればここは一度。 大スクリーンで先に楽しんではどうだろうかハイクオリティな映像で知られるだけに、存分に楽しめるだろう。映画館に足を伸ばせば、そこには映像以外の楽しみも多く用意されている。来場者特典や映画館向けに企画された限定ブルーレイや限定ガンプラなどだ。来場者特典は、1週間ごとに入れ替わる。5月16日の前夜祭含む最初の週は、HG ユニコーン。 144分の1。ネオジオング完全解読特本。漫画ガンダムユニコーン版で締め特別編。劇場限定本。ガンダムトライエイジ限定プロモーションカード。帰ってきた。フルフロンタル特製 AR マスク。フロンタルになりきって写真を撮ろう。の4点セットと、相当豪華だ。さらに2週目。3週目。4週目は、 作品の制作の裏側を楽しめる限定複製原画である各種全3種を用意そのうち1種がプレゼントされるどんな絵が登場するのかも含めて楽しめる会場のみの限定商品は毎回おなじみの劇場限定版ブルーレイと劇場限定プラモデルが目玉になるブルーレイディスクは本編のほか表紙イラストを村瀬治美夫さんが描いた脚本ム藤ウヤによるエピソード7 特製シナリオ作子と生フィルムがセットになる限定ガンプラは3種類1週目は HG ユニコーン144分の1ユニコーンガンダム2号機バンシーノルンデストロイモード劇場限定 n t B クリアバージョン2週目から販売は HG ユニコーン144分の1ジュアップユニコーンバージョン劇場限定クリアバージョン3周目には HG ユニコーン144分の1ユニコーンガンダムデストロイモード劇場限定メッキフレームメカニカルクリアバージョンが登場するもちろんパンフレットやポスタークリアファイルストラップチャームボールペンカードメンコタオル T シャツなどグッズも豊富だ変わったところではユニコーンガンダムやバンシーをモチーフにしたボクサーパンツもある 機関館の新宿ピカデリーには5月10日よりフルフロンタル専用オーリスの展示も始まった劇場に足を伸ばせがいろいろ楽しめるそんなイベント上映になっている。